2011年8月13日、ロシアの田舎地域で暮らすある家族の母親タチアナが、旅行先から娘がクマに食べられながら電話で助けを求めるという事件が起きました。ママ、クマが私を食べている。ひどく痛い。ショックで死にそう。助けて。電話を受けた時点で一緒にいたママ父のイゴールはすでに死亡していたそうですが、その後2回目のコールでは、襲ったクマが自分の子供3匹を連れて私を食べているという報告でした。それから1時間後にかかってきた彼女の最後のメッセージは、ママ、クマはもう行っちゃった。でももう痛みを感じない。今まで本当にごめんなさい。愛しているわ、というメッセージでした。その後イゴールの兄と地元の警察が現場に駆けつけたところ、母グマがイゴールの遺体を食い荒らしていたところに出くわしたそうです。オルガさんも体が激しく損傷した状態で発見され、問題を起こした4匹はハンターによってすぐさま射殺されました。このようなクマによる凄惨な事件は海外だけにとどまらず、日本史上最悪の獣害事件として1915年に起きた北海道の三毛別ヒグマ事件が有名で、こちらでは7名の犠牲者が出ています。参照した最初の記事のコメント欄を見ましたが、常に生存競争を強いられている自然界では生存するための十分な準備を怠るべきではないという意見と、自然界では私たちが部外者であるという気持ちを忘れず安易な行動は慎むべきだという意見が多く見られました。この記事を読んだ時、私は恐ろしさとともにある疑問が浮かびました。それはクマに対して有効なピストルは何なのかということです。体の大きなクマに対しては全く歯が立たないイメージがありますが、現地で軍事訓練に参加したことのある私がクマの生態、世界ではクマ対策にどんな銃を使っているのかを紹介していこうと思います。ちなみにですが、この動画に動物を傷つけることを賛成する意図は一切ありません。見る前にこちらの事項を確認していただけると嬉しいです。まずはクマの生態から説明していきます。日本には本州に主に生息しているツキノワグマと北海道に生息しているヒグマという2種類があるのですが、今回はより凶暴な方のヒグマに絞って説明していきます。まずヒグマの生態ですが、身長は平均して240センチ、体重は平均300キロ、中には500キロもの大柄な体格の個体がこれまでに確認されています。一般的なイメージではジョジョのスタンドに例えると近距離パワー型に思えますが、大方の予想に反して時速60キロ程度で走ることができ、追いかけられた人の話ではまるで大型トラックに轢かれそうになったというような経験であるとのことです。冒頭の事件で犠牲となってしまったママ父のイゴールさんのように、その力の強さから古くから山の神の象徴とされ、山間部では信仰の対象になっている地域が多くあります。さらに力だけではなく知能も高く、猟師の罠を外して餌だけを食べてしまうということもあったそうです。トータルで戦闘力が高いこの動物は生物界では食物連鎖の頂点に位置し、英語ではエイペックスプレデターと呼ばれ、その名を欲しいままにしています。この時点で人間には立ち向かえる代物の部類ではないということは分かりますよね。ですがもともと警戒心が強い動物なので普段は人間を襲うことはありません。ですが一度手に入れたものに対し強い執着心を持つという習性から、人を食べてしまった個体は積極的に人を襲うようになるため、北海道ではかなり恐れられているそうです。北海道テレビのニュースチャンネルを見る限り、都市開発が進むにつれて人と野生動物の距離が近くなり、人里に出没する例がかなり多く見られました。このプレデタークラスの敵を前にブロンズ4程度の実力しか持たない我々は、モザンビーク以外ではどの銃が有効なのかをこれから考察していこうと思います。まずは平和的に麻酔銃を使う選択を考えてみます。頭は子供、頭脳は大人の名探偵のアニメとは違い、麻酔弾は効き目が現れるまでに多少の時間がかかり、一般的にはその効果は相手の体重が軽いほど効き目が強いとされています。しかしこちらの実際に野犬に対してテストを行った動画を見た限りでは、負けの鹿の死体を食べている野犬に麻酔弾が刺さった後、すぐに野犬は遠くに逃げ去ってしまいます。その後しばらく野犬はカメラマンを遠くから見つめているのですが、安全だと分かると元の場所にふらつきながらも戻り、鹿をまた食べ始めます。この間4分ほどかかっているところを考えると、大型のクマ相手ではすぐに効果が現れるとは思いがたいです。さらに調べてみると、日本では麻酔薬は劇薬として指定されており、獣医さんが取り扱いをしなのですが、一般的なペットの治療を専門にしていることが多いため、あなたが獣医かつ厳しい規制をパスできる専門性がない限り、麻酔銃を所持することすら難しいでしょう。経済的な面でも注射針と薬合わせて一発平均3000円近くかかるため、もしもの時に備えにはあまりにも高い値段を支払うことになります。国内で麻酔銃を使うということは、銃刀法そして薬事法をクリアしなければならないというとてもややこしい事態があるため、麻酔銃での誤診は無理があると思わざるを得ません。いよいよ本題のピストルです。携行に便利で、軍から誤診目的など幅広い目的で使われる9ミリ口径のピストルですが、やはりクマ相手となるとデザートイーグルやコルトパイソンといったマグナムリボルバーでないとクマにかなわないイメージがあります。ですが実際のところ9ミリ口径でクマを仕留めたという例は調べた限り4件あり、一例としては2016年の7月にアメリカのアラスカ州ベチャルフ禁猟区で起きた事件で、
釣りをしに来た観光客のラリー夫妻の案内役として同行した30年以上のキャリアを持つガイドが9ミリ口径のピストルで車を仕留めることに成功しています。ラリー夫妻とガイドさんは釣りができる場所へ移動中、自分たちのいる右側のわずか2メートル隣からうなり声が聞こえたので威嚇のつもりで大声で会話をしたところ、反対側からクマが出現しラリー夫妻に襲いかかりました。奥さんまで1メートルまで迫った距離で暴れるクマに対し、ガイドさんは慎重に急所に向けて6発の銃弾を浴びせ見事仕留めることに成功しました。その時の残りの弾は残り1発だったそうです。もし外していれば全員命の保証はなかったと思います。熊の襲撃にあったというニュースを37件集め、その銃の威力ごとに結果をまとめたこちらのサイトによると、意外にも9ミリで撃退できた例は4件もありました。至近距離で複数回撃ってはいますが、仕留め損ねた例は1件のみでした。他の弾薬では以下の通りになっています。ボディーアーマーを着た相手が増えた戦場では威力不足が長年指摘され、弱いイメージがある9ミリ弾ですが、調べた限りでは5メートル以内の距離で複数撃てれば勝ち目はあるなと感じました。個人的な意見ですが、アメリカの警察のボディカメラ映像を見てみると、大柄な犯人相手に4発撃っても襲ってくるケースが多く見られたので、私も調べる前まではちょっと無理かなと思っていたんですけども、まあ不可能な話ではなさそうです。というわけで結論としては、ピストルによる撃退は可能だという結果になりました。現地のハンターにもメッセージアプリでいろいろ人気の銃は何かと聞いてみたんですが、現地の意見でやはりちょっと9ミリは威力が不安だから357マグナム以上は欲しいという意見がほとんどでした。リボルバーの利点としてはやはり確実に動作するというところが挙げられるので、もうクマに襲われてしまい手を振り上げられるような距離で一発逆転の一撃を与える上では、やはりリボルバーの方に軍配が上がっているようです。最後まで見てくれてありがとうございました。私のチャンネルではこのような海外のガンカルチャーの本当のところも発信しております。よかったらチャンネルと高評価をしてくれるととっても嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。さらに私自身 Apex Legends 大好きなので、最近ゲームチャンネルを立ち上げました。そちらの方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon!